シークレットがさ、いや SEC あるんだよね、このシリーズ。まさかの。シークレットめっちゃ気にならん、この勝手な。おそらくね、いやおそらくですが、これ海外商品だよね。海外のロック、しかもメガマンって書いてるから絶対海外のだよね。ロックマン、メガマン、あ、ダブルって書いてる。ここ上にロックマンって書いてる。これ、え、待って。どういうことなんだ？海外っぽいんだけど、上にロックマンって、カタカナも書いてるし、でも、海外でメガマンだよね。なんでロックマンメガマンなの？ロックマンでいいじゃん、そのまま。ロックマンじゃなんか不都合あんのかな？ロックマン。かっこいいよね。なんでわざわざメガマンにしたんだろう。メガマンって何？メガマンってちょっとダサくね？メガマン。メガマン。絶対ロックマンの方がかっこいいのにさ、海外だとメガマンだもんね。で、このシリーズに、初めて買うシリーズだと思うんだけどさ、シークレットがあるんだよね。これ絶対シークレットだよね。スペシャルって書いてあって。まあまあとりあえず開けて、いや、いい感じだったらまた買おうかな。今回お試し開封というか、ね。お、待って、でも欲しくなるかも。どんな感じのフィギュアかもまだわかんないし。あ、結構でかいんかな。あ、結構でかいかもしれん。ます。待って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 。見えてしまった。見えてし、え、しかもキーチェーンになってる。え、嘘！これキーチェーンって書いてあった？キーチェーンなのこれ。え、これシークレットじゃないのこれ。でも、あれ？でもついてないよ。チェーン。チェーンつかフックか。フックついてないよ。しかも結構でかいんだな、フィギュア。結構でけえ。もっとチャッチーかと思ったらチャッチくないぞ。これシークレット、え、でも全部ついてんのかな？フィギュアのクオリティは申し分ないというか、なんか想像と違った。もっとチャッチー顔もさ、汚い感じのフィギュアだと思ったんだけど、綺麗だし、ペイントも綺麗だし、造形もいいし。お、あ、これあれか。ロックマンの、あれ、手になってんのかな？シュワーって出してる感じになってる。お、これいいね。すげえ、こういうフックね。ほうほうほう、これカチャってつけるわけか。これロックマンのさ、あのバスター。一瞬さ、まあ、シークレットシューがしたんだけど、この、釣り針ついてるから、ロックマンのバスター、ロックバスターになってるのいいよね、ここね。ちょっと、ロックマンのさ、腕、あの、バスターになってて、そこからシュワーって出てる、あの、エネルギー波みたいのがこう、フックになってるっつうね。で、フックついてたから、これ、シークレットかな、特別仕様になってんのかなと思う。これスペシャルって書いてるからさ、本当はついてないけど、特別仕様みたいな感じだと思って、多分違うよな。全部ついてそうな感じがするわ。シークレット、なんだ、ブルースとかかな、フォルテとか。なんだろうな、シークレット。いや、めっちゃ気になるわ。シークレット出るまで。つい、これ1個しかなかったから1個しか買わなかったんだけど、今回は。1個。めっちゃシリーズあってね、1個ロックマンのメガマンのあったんだよね、ここら。だから買ったんだけどさ、お試し買いみたいな感じで。めちゃめちゃいい感じだったわ、作りが。あ、今回ラッシュね。今回ラッシュが来て、いや、でもラッシュよかロックマンが良かったな。できればロックマン、どれ、ロックマン欲しかった。ロックマン欲しかったな。でもまあ、しょうがないから、次回また会ったら、これどこに売ってんだろうな、これ。調べてみるわ。ネットで買えたら、ネットで買いたいわ。ワンボックス買えばコンプできそうじゃない？なんか、そんな感じ。これコンプリートボックスがあったら、それ買った方がさ、コンプできるの早いからさ、楽でいいよね。今回はまあ、ラッシュのみで終わっちゃったけど、作りはこんな感じっていうのも分かったしね。まあ、いい感じだったわ。これ、フックついてるのすげえいいね。ロックバスターのフック。これすごい良くない？ここオシャレで気に入ったわ。ということで今回は、ロックマンのね、あ、ま、もうちょっと待って、メガマンのね、メガマンのフィギュアの、海外フィギュアのね、でもロックマンって、でも海外のやつにわざと書いてんのかな？これロックマンっていう感じで。ね、あ、じゃあここ、こっちか、こっちか、ロックマンって。ロックマンっていいのになんでメガマンにしたんだろう。なんかね、納得いかないんだよね。なんかみんな理由知ってる？これ。メガマンになった理由。ロックマンじゃなくて。ロックマンじゃダメなの。ロックマンの方が絶対かっこいい気がする。メガマンってなんか違和感あんだよな。ロックマンの方がいいよね。まあ、ずっと前から思ってたんだけど。メガマンよりかロックマンの方がいいなって思ってたんだけど。ロックマンの方が絶対いいよね。ラッシュはラッシュなんかな？名前。ラッシュはラッシュなの、そのまんまなんかな？名前変わってたりすんのかな？ワイリーとか。ワイリーとかも違うんかな？シグマとかさ、ブルースとかフォルテとか名前も変わってんのかな？ちょ、海外版のロックマンもやってみてえな。海外版のロックマン面白そうだよね。それではまた次回、次の全種コンプリートが、いや、やりたいなこれ！ゲットできるかどうかわかんないけど、みんなもしお店とか行って見つけたら、ぜひゲットしてみて。フィギュアこんな感じね。こんな感じ。なかなかいい感じ。この絵とか見ると、やべえな。ちょっと、海外のやつがしょぼい、海外のチョコイク並みのクオリティかなと思ったら、結構素晴らしいクオリティだったな。すげえな。いや別に海外のね、商品バカにしてるわけじゃないんだけど、なんかさ、やべえやつ多いじゃん。日本のフィギュアってチョコエッグとかも、そうだけど、すごいじゃん、クオリティが。
だからさ、ちょっと不安だったんだけど、めちゃめちゃいい感じだったわ。いや、素晴らしいな、ラッシュ。あとはロックマンもゲットしなければならなくなったけどね。